ここは長野県、軽井沢駅です。あの有名な避暑地ですね。それで、今日は軽井沢から、しなの鉄道という路線に乗るんでしたよね。はい、本日はしなの鉄道に乗るというわけであります。それでは皆様よろしくお願いします。これが今から乗り込みます電車、しなの鉄道115系です。貫禄がある車両ですね。前にもどこかで見たことあるような。115系は前にも一度紹介しましたが、しな鉄のこの編成はあれと少し違う点がありますので、比べながら乗っていきましょう。それでは乗り込んでいきましょうかね。これもドアは手で開けるタイプに見えますね。割と重いよ。てか杏仁豆腐でできてたら動かせないかも。まずそんな人いない。閉めるのも手動ですね。暇が。全部閉まれやーぬ。車内はオールセミクロスシート。いかにも旅してる感が出る車内ですね。じゃ、ここら辺に腰掛けましょうね。青色ボックスシート。色濃く残る国鉄時代の面影ですわ。やけに青い電車がやってきましたね。あれは SR1 系。今乗っている115系を淘汰線としている車両です。私も今回の旅で乗りたかったのですが、残念ながら当たりませんでした。あらま、でも次に期待しましょうか。軽井沢には新幹線が通っています。実はここ、JR 線の新越本線だったのですが、長野新幹線開業に伴って第三セクター化してしまった区間であります。まあ、長野や東京からなら新幹線の方が楽で早いでしょうね。大人も疑問。昔の座席って快適なイメージがありますね。どのくらい快適？カッカなのは否定しませんけど、座るとなると違和感、ダメです。体に悪い座り方をするならいいのかもしれないけど、姿勢よく座るとお尻に負担がかかる。あとこの部分はそこまで柔らかくはないです。そこまで酷評しますか？これ S25 編成って言うんですけど、リニューアルを施されなかった車両なんです。だから国鉄の意表が色濃く残ってる。そういうことです。この座席も例外ではありません。ここが JR 線だったら青春18切符が使えたのですが、残念ながらここで使うことはできません。普通の切符を買ったってことですか？いやー、しなの鉄道は運賃が高いんです。だから軽井沢と長野を往復するんだったら、この軽井沢、長野フリー切符がおすすめです。普通に往復するよりも約1000円お得です。それはお得ですね。使い勝手も悪くなさそう。東日本115系でおなじみのテーブル。まず115系自体がおなじみじゃなくなってる気がするけど気にしない。やっぱりここに何かしら置くと旅行してる感が出ますよね。ただここにカメラを置いてもともとはまあまあな観点だったためか、苦戦となっております。ただ、一部区間は単線化がなされているみたい。それでもほぼ伏線なんですよね。行き違い待ちが少ないのはいいことですね。雲配置14の1511。ところでギリギリ雲配横色にならなかったね。なんでですか、なんでですか、これはどこかで見た車両が向こうにいますね。小海線810ですね。ちなみに八高線にも810はいます。窓を開けることもできますが。こんな冬の高原で開けたら。こっこえちゃうーん。でも、夏の間は気持ち良さそうですよ。暖かい時期に窓を開けてアルプスの少女ハイジごっこしたいぜ。線形の特徴は東海道線と似ていて、極極新幹線と交わります。向こうに新幹線の線路が見えますし、次の駅も新幹線との接続駅みたいですね。このくらい、交わる。なんとも、らしい、ローカル線ですね。タコンビは山々、凍える三つ子の家、こののどかさこそ、ですね。しなの鉄道はさすが、115系天国です。いろんな色の電車がいますね。赤、青、黄色、バリエーション豊か。長野色もしな鉄色も湘南色もいる。まさに天国です。菊間川です。確かしなの川とも言われていますね。新潟県側ではしなの川、長野県では菊間川と呼ばれているみたいですね。篠ノ井からは新越本線に入ります。しなの鉄道はここでおしまいですか？篠
重い。川中島はかつて武田信玄と上杉謙信が戦った場所ですね。川中島の戦いですね。今やここはまあまあ立派な町。数百年前とは全然違う。次は終点長野。長野です。次の駅が終点ですか。もうあと少しでおしまい。また似たような電車がいますね。しなてつは今のところまだ115系全国です系。こんな古い車両がまだ残ってるのはすごい。あそこに見えるは新幹線ですね。やっぱり新幹線は早ぽう。しなてつなら1時間半ですが、新幹線なら30分ですからね。というわけで長野駅に到着。相変わらず古そうな車両ですね。もう何世代前かもわからないほどですからね。古い。この S25 編成、次のダイヤ改正で引退が決まってますので、乗るなら今ですね。リニューアル車はしなてつないでは珍しいらしいので、乗ろう。昔の雰囲気を味わえるのは今だけ。2品の線はまたいつかご紹介しますね。それでは、本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次も、見てほしい。